カーク・キャメロンはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス市パノラマシティ地区生まれ。家族は父親が学校の教師、母親は青果店勤め。三人の姉妹のうちの一人はフルハウスのキャンディス・キャメロンであり、兄弟で芸能人である。子役でデビューした後、1985年にファミリーシットコム愉快なシーバー屋の 長男マイク役でブレイクし、全米のアイドルとなった。1991年には、年上で、ケイト役の共演者のチェルシー・ノーブルと結婚し、二人の実施の他に用紙を4人取っている。シーバー屋のマイクを等身大で演じているイメージを持たれているが、学校の成績は、主席クラスであり、マイクのような落ちこぼれで女の子好きではないことはあまり知られていない。 福音主義の経験なクリスチャンで宗教保守の活動家として米国では知られており、福音派向けの映画やテレビ作品への出演が多い。福音主義の立場から同性愛に対して否定的で、ゲイは不自然なことで多くの文明の根本に対し有害で破壊的と発言し、中傷と戦うゲドレズビアン同盟やシーバーやの共演者等から批判を受けている。 ありがとうございます。